ニポンです。亀を準備は良いか。はい。行くぞ。はい。じゃんけんグー。コントロール強いんだよな。負けた人は誰？かわいそうに。埼玉県三郷市の、宮田のりおさん。ああ、かわいそうにね。ごめんなさい。でもこれ負けたやつの名前読むっていうのも残酷な気もするけどね。まあしょうがないよね。またチャレンジしてね、ご苦労さん。こんばんは、さだまさしでございます。今年はうるう年で2月が1日多いんですけどね、もしこの2月が1日多くない年、つまりうるう年がなかったらどうなるかってことを割と詳しい人に聞きましたらばですね、要するにこのまま黙ってほっとくとですね、いつか季節がずれて、例えば真夏にですね、こたつに入る可能性が出てくる。で、真冬になんかプールで泳ぐ、そういうような状況もありえないではないというんでね、これで調節するわけですね。まあ地球や自然というような本当に不思議なもんでね、我々はそれに要するに合わせてるだけという感じがますますしますけども、セイヤング春のラジオ祭りアネックスタイムで行われるセイヤングアホオークション、すごい2万円3万円5万円10万円とすごいのが残っております。そしていつものおはぎ大紹介、お茶の間話消化大学、今月は三秒小劇場、深夜の共演、お題は制服などと内容盛りだくさん。今日は73人もこの、OBC の第一スタジオに集まってしまったという、セイヤング第331回、最後までゆっくりお付き合いください。また。ヤクルト、ナイト&ラブ、さだまさしのセイヤング。この番組は、健やかな明日を目指す、ヤクルトがお送りします。さて、おはがきに参りたいと思います。ちくりのはがきから参りましょう。調布北高のルパンマウス、いらっしゃい。ねえねえ、誰か聞いてた人いません？セイヤングが終わった後、お茶招待のテーマで始まる、ラジオ講座、英語講座。某ラジオ大学の英語講座とか文化放送でやってるやつでございますね。応文社のやつでございます。これでですね、こういう、のが出た。まさし is anything but a musician。どういう例文を出すんですか。まさし is anything but。とんでもないという意味ですね。まさし is anything but a musician。まさしくんが音楽家なんてとんでもない。裏に何かありそうな気がします、ね。なんかあるんじゃないか。この意外にラジオ講座のですね、英語講座の先生がですね、セイヤングのリスナーだったりしますよ。あの野郎、まさしの野郎、ちょっとからかってやろうなんて、それで、例文を考えたりなんかしたことも十分に考えられます。もしそうだったら、英語の先生名乗り出るように、いろんなこと言っております。それから、2月29日の話を先週だかしてたんだけどもね、これはね、これなんて読むの、これ、読め。名前。たどきさん。役員の天使ってこう書いてありますけどね。埼玉県北本市。たずきさん。まあ、いろいろあるかと思いますが、読みにくい名前には振り仮名を振っていただきたいと。私、誕生日が2月29日なんです。今年誕生日があるんです。やったいや、先週の私の疑問には少しも答えてないんです。2月29日誕生日ってのは、だから役所でどうやって登録するんですか？やっぱり2月29日で登録するんですかね。前後に、で登録しなければいけないの。決まりなの。2月29日って親が、29日で登録するの。それでも来ないんだね。成人なんかはどうするんですか？これは2月の28日か、3月の1日で処理されるわけ。要するに月末だから28日で処理されるんだろうね、2月だから。ねえ。あ、そうか。じゃあ割愛されてんだ。4年に1回しか来ないんだ。ね。
そのこういくつなんだろうね。3つぐらいじゃないか。3つか 4つ。あ、でも白衣の大使って書いてあるから5つぐらい言ってるかもわかんない。5つぐらい言ってるかもわかんないけどね。5つか。なんだ、じゃあ最年少だなって。最年少といえば小西勤からハガキが来てた。登坂忠がこの番組にアタックを送って採用されないんで、僕はろくなもんがなかったって言ったことについて忠が傷ついた。私うっかりいろんなこと言って、こうしてね、知らぬ間にいろんな人傷つけてるんですけどね。だからラジオは怖いんですけどね、性分だからしょうがないんですけど、川崎市の小西勤8歳からですね、忠くん、西安郡にハガキを出して読まれなかった他の人たちさーん、1回ぐらいのボツですね、ボツで、ボツですね。ボツ、一回ぐらいのボツで、点は大きく打つように小西。一回ぐらいのボツで、すねちゃダメ。二回ぐらいのボツでおひそ曲げちゃダメだよ。僕なんか何回もボツこいてるんだよ。小西、ちゃんとした日本語使いなさい。アタックもボツだったもん。でも平気だよ。ただしくんもみんなも元気出してね。また頑張って作ればいいんだよ。ねえ、マスさん、そうでしょう、なんて書いてある。その通りだ。トライだよ。わけのわかんないこと言ったりなんかしておりますね。はい。ウーかなんかよくわかんない。今日は、なんだ、デイのフェスティバルホールでね、マサシングワールドのコンサートを聴いていただきまして、今日も満場のお客様で本当にね、ありがたいことです。あんな素敵なホールでね、何回も何回もやらせてもらえるなんて、本当にね、歌い手冥利に尽きると毎回ね、感激しながらね、ステージ上がっていくんです。でも今日もやっぱり思ったアンコールでね、呼び出されて、袖からセンターまでの長いこと、あれはね、間が持たないね。あれ、お客さんが真剣に拍手してないと本当に間が持たない。そう思いましたね。でも本当にありがたいお客様とありがたいホールに恵まれた私はありがたい。全然話になって。あ、小林美和、東京都板橋区から来ました。いらっしゃい。報告書、ご記憶でしょうか。私は2月6日の番組で、まさし様に阿弥陀くじを引いていただき、告白をすることになってしまった匿名希望を改め小林と申します。遅ればせながらバレンタインデーの報告をいたします。私がチョコレートを郵送いたしましたところ、彼から電話がありました。連れ立って映画を見に参りました。あー、やったね、早くやろう。私の気持ちをもしかしたら受け入れてくれたのではないかと思う次第でございます。これもひとえにまさし様が金山さんを引き上げててくださったことに心より感謝いたしております。なるほどね。まあ、よろしいよね。ボツでしたっていうのを待ってたわけじゃありません、我々はね。よかったね。でもなんか、よかったねって済むハガキっていうのは、なんか読み終わった後の切なさっていうのは、なんだかよくわかんないんだけどね。さあ、次は、名前は読んでも読まなくてもいいよっていうことだったら、そういうことを一行、俺、ついや書いたら読んじゃうんだから、無駄だから書かないように。千葉市の鍋島忠則、15歳、高校1年生、いらっしゃい。やあ、さださん、初めてお便りします。今日は父ちゃんに楽しい話を聞いたんで、紹介します。我が家はじいちゃんとばあちゃんが結婚した頃からずっと千葉にあります。埋め立てする前は家の前が海だったんで、海藻類を取って生活してました。でもって父ちゃんが中学の時、初めて家に女の子を連れて帰ってきた時の話。ね？こいつの父ちゃんだ。鍋島のお父ちゃんが初めて中学生の頃に女の子連れて家に帰ってきた。父ちゃんと彼女が楽しく話をしながら我が家にたどり着くと、そこにはなんとじいちゃんがふんどし姿で、網を編んでいた。彼女はまじまじとその姿を目に焼き付けた後、真っ赤になって逃げてしまった。それ以来我が家には女の子は来ることがなく、父ちゃんは丸2日じいちゃんと口を聞かなかった。そう。まあでもじいちゃんはこれは生活の糧だからね、これ。これはまあ女の子を連れて歩いてる時に、そのふんどし一丁でじいちゃんがこう網なんかこう繕ったりなんかしてると。がっくりする気持ちはわからないじゃないけどもさ、それはしょうがないよな。ほら、それで女の子に呪われても。そうかね。いや、呪ったんじゃ、だから、これさ、来ない女がいけない、来ない女はね。まあ、今後、そのジンクスを、鍋島が打ち破るように努力してほしい。渡辺俊和は、豊島区、いらっしゃい。ダメだ、これ。初めまして。長年、セイヤングを聞いていながら、初めてハガキを出します。という僕は今大学受験の真っ最中。27日の西安郡は2日後の Y 大学二次試験のため列車の中で聞いていると思います。新宿10時28分発の夜行のシュプール号です。ところでこの列車、周りにはスキー板を担いだ若者がたくさん乗っているんです。そう、これは滑りに行く人のためです。
滑りに行く人のための列車なんです。値段が安いんでこれに決めたんです。そのことに気づいた時は後の祭り。なんだか試験の結果が目に見えるような。まあ縁起なんか気にすることないんですよ。来年ワイダイを受ける人はみんなでシュプル号で行きましょう。しかし本当にわざわざね受験しに行くのにね、スキー列車で行く人も珍しいですよ。もうスキーとかっていうとそれだけでもなんか神経質な人はね眉を潜めたりなんかしますけど、まあなかなか堂々としてていいじゃないか。こういうやつは意外にねその1回や2回のあるいは今年や去年や来年のですね、結果やなんかでですね人生がこう暗くなっていくとかそういうことはないからね、安心して、もう腹くくって行こうじゃないか。アマンダルッチの涙のナイトライン。頼まれた時刻表だ。うわあ、ありがとう。あ、今評判の JR 編集時刻表だ。な、今度の連休に山形のおばあちゃん家へ行く計画、まさし、お前自分で立ててみるか。うん、やってみる。ついでに時刻表で費用の計算もしてみるよ。ご旅行の計画から切符の購入まで
JR 編集時刻表はあなたの旅のパイロット、780円で交際出版社から発売中です。気をつく書店でお求めください。皆さんこんばんは。僕はさだまさしの西安具のリスナーです。みんなで聞こう、せーらーん。せーやー、強力な街頭録音。東京のペンネーム、これでも18歳の作品、なかなか勇気のある作品であった。人に迷惑かけないように、アタックをカセットテープで送ってください。見事採用された作品にはセイヤングのテレフォンカードをプレゼントいたします。続いてこのコーナー、およそ1億3000万人のためのお茶飲み話消化大学。どうぞ。ハガキが受ければ図書券プレゼント。しょうもない作品には味噌まで送られると。このところ味噌作品が出ていないが、卒業できればテレフォンカードももらえるという、ハガキカレッジお茶招待でございますね。あれさっきね、今月の講義は今週が最後になるのか。あ、そうか、これです。三秒小劇場というやつでございますね。ほーらまさし君シリーズが非常に多かったです。山口県防府市の松本恵美子21歳。な、来てんの？はい。ちょっと待って。あなたは山口から、なんで来たの？いやいや、そうじゃなくて。どういう理由で？ワールド。ワールドのコンサートをわざわざ見に。ありがとう。ございます。この人からこういう風なハガキが来ている。何書いたか覚えてる？ほーらまさし、頼まれてたなんとかだっていうの流行ってますね。あのネタ、生放送のセイヤングを聞いてる人しか理解できないというのはご存知でしょうか。なぜかと申しますと、我が KRY、山口ですね。山口の方、KRY では土曜日の夜8時から9時まで放送されるんですけど、その間全然コマーシャルが入らない。ただ時々間につなぎの変な音楽が入る。一生懸命やってくれてるんです、山口放送もね。だからきっと KRY で聞いているリスナーはなぜあのネタで受けてるのかわからないんじゃない。ああ、そうか、そういうこともあるかもわかりませんね。ですからそういう時刻表のコマーシャルが流れてるんですよ、東京では。だって、それはともかく、お送りしてまいりたいと思います。ほーらシリーズ。愛媛県のペンネーム、三月うさぎ。とある夫婦の会話。ただいま。おーら純子、頼まれてた離婚届だ。あら、やっとその気になったの？続いての作品。入学希望は、山口県防府市の松本恵美子。はい。すごいね。採用されてるね。おーらたくま。頼まれてた漢字辞典だ。あ、金田一京介編集漢字辞典だ。今度のワールドの原稿、たくま、漢字入りで書いてみるか？うん、ついでに振り仮名もつけてみる。最高だな。匿名希望は、おかちん、一回生。すごいな。一回生ということは、何分の一ってのがないってことは、いきなり一回生だったな、これ。ということは、いきなり二回生になる可能性もあるわけで、受ければ。ただいま！ほーら、家間違えちゃった。最高で、最高。さ、通常の三秒小劇場の作品に移る。大熊エイト氏、3回生3分の2、格下げ1回。こいつ4回生なれなかった。これで4回生になりますね。ガが、過去を振り返れば解雇だ。素晴らしい作品だな。やっぱり奮起をね、促すために格下げしたのが良かった。入学希望、鈴木君子。なんで南野陽子は何のというのに、南田陽子は何だというの。溺れるものは久しからずって。危ない。
ペンネームだな。香川県の匿名希望、溺れる者は久しからず。この間雨と風と雪と雷が麻雀やったら雪が大勝ちしたんだってよ。どうして？うん、雪だけによく積もった。うまいね。うん、入学希望、ペンネームナスヘチヒョウタンは埼玉県越谷市の作品。いきなり来るよ。カール・ルイスとベン・ジョンソンの鬼ごっこ。怖い風景だよ。早いだろうな、これ。結構早いよ、これは。ああ、すげえな。ペンネーム、世界の三大美人、クレオパトラ、小野の小町、そして、キム・ヒョンヒ。なるほどな。行くぞ。飛ぶ鳥を落とす勢いの野鳥保護運動って。なるほどね。おすぎりょうたろう、改め、親父の一番長い屁。お前、おすぎりょうたろうにしとけ。川崎市、一回生。句を考えていたら思いつきました。あったら可愛いセーラーフグ。素朴なのも来てるな、うかんむり。倍賞千恵子さんは、年中頭痛でかわいそうだと思う。俺もそう思って見てるんだ、あれ。それから、匿名希望、帰郷。もうスタッフに向けておりますね。お菊さん供養と題しましたですね。お坊様、それではお菊さんのご供養をお願いいたします。任せなさい。それでは始めますよ。何枚だ？1枚。何枚だ？2枚。怖いけど。おかしいな。棚秀康氏は福島市修士課程の模範解答。かな48文字。を漏れなく一回ずつ作って、つまりいろは歌の要領で文章を作ったんで読んでほしい。こいつすごいやつだと思うね。よっぽど暇なんだな。それが作品がいいんだ。おらヤンマーがええな、軽油は走り最高、秘めた知性、細身フレームに色も塗ってあるよ、ベストオブ農機具ね。すごい。ちょっと感動するな、これ。すごい。俺なんかびっくりしちゃったもん。さ、通常の作品に戻ろう。ペンネーム、フグ、卒業待ち。さ、卒業に挑戦です。会計経理士が骨を折った、簿記。今少しって言ったんだけどな。福田貴子は14歳。これないいな。ベートーベンが駅弁を食べながら作った、うめえ。お風呂に入って作った、英雄。いいな、素朴でいいな。危ないのも来てる。ペンネーム、存立地球防衛軍。父と娘の会話。娘、お父さん、私バージンなくしちゃったのよ。父、おい、ベッドの下は探してみたか。素朴な父でございますね。最後の作品、10年後にはマサシングオールド。なんだろう。君、この草花の絵にはオリジナリティが溢れているな。え、独創なんです。今回はグレード高かったな。それでは今週の合格者を選ぶ間の一曲、とっても可愛い富田靖子ちゃんの元気ですか。バンドの賑や
ですか、富田靖子ちゃんで聞いていただいている間に今週の合格者が決まりました。今週はすごい1000円の図書券がもらえる成績優秀生7名の発表。10年後にはマサシングオールド、君には君、この草花の絵にはオリジナリティが溢れている、独創なんです。福田孝子14歳は入学が許可されました。ベートーベンが駅弁を食べながら作った梅、それから倍賞千恵子さんは年中頭痛でかわいそうだと思うというペンネームうかんむり、入学が許可された、ペンネームナスヘチひょうたん、カール・ルイスとベン・ジョンソンの鬼ごっこ、これはギリギリまでグランプリと競った、溺れるものは久しからず、うん、雪だけによく積もった、それから大熊エイト氏、ガガ過去を振り返れば解雇だ、復活を祝したいと思う、それから以上6名、そして、ペンネームおかちん1回戦には味噌が送られます。ただいま、ほーら家間違えちゃった棚秀敦氏に、修士課程の棚秀敦氏に今週の特待生5000円の図書券を送りたいと思う。かな48文字を漏れなく1回ずつ使って、いろは歌の養老で文章を作った。オラヤンマーがええな、軽油は走り最高、秘めた知性、細身フレームに色も塗ってあるよ、ベストオブ農機具ね。素晴らしい作品である。これはもう、本当に私ども教授陣は頭の下がる思いで、棚秀は偉いということを改めて感じた。さて、来月3月は久しぶりに行ってみましょう。インヨーザワールドイン東京。暗い子、明るい子、普通の子、どこにオチを持ってくるかはアイデアで勝負というやつでございますね。頑張っていただきましょう。以上、お茶飲み話商科大学今月の講義をおしまい。ヤクルトナイト&ラブ、さだまさしのセンヤング。この番組は健やかな明日を目指すヤクルト、時刻表でおなじみの光彩出版社がお送りしています。松本亀雄のお知らせコーナー。はい、セイヤング放送333回記念さだまさし松戸コンサートチケット完売のお知らせでございます。たくさんのお申し込みをいただきまして本当にありがとうございました。おかげさまでございましてですね、満席となりまして、急遽、追加増席したんですけれども、それでも一部のお客様にはご購入いただけないということになってしまいまして、もう本当に申し訳ございませんでございました。はい、またの機会をって言ったかわかんないんですけど、はい、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。444回しかないじゃないか、そんなら、ね、だけど3000枚でしょ。約3000枚っていうのね、ありがたいですよ。ありがたいです。そんなにこの番組のリスナーがいるんだよ。3000人もいるんだよ、ね、この番組聞いてるかと思うと身の引き締まる思いがするな。引き締まっちゃって体重減っちゃって最近また、亀尾どうだ、その後花粉症は。花粉症、目がひどいですね。目がひどい、ね、ああそう、鼻水は出ない。俺ね、今年花粉症ないの。ちょっとね、一回ペペッと来たの。その時にね、慌てて鼻にシュッシュッとこう行ったの。それか出ない。いや、これからですよ。うんな。なんだお前。毎年恒例。自分の苦しみを人に押し付けるね。いやいや、やっぱ分かったですねの一言が、なぜ言えんのだ。お待ちどうさまでした。続きましては、お待ちかね、深夜の共演。今日はたくさんの人がおられるんで、山下先生がうろたえておりますけど、山下先生は人の多いところが苦手でございますか。さようです。その割には山下先生、今日よくあの3000人の前で頑張ってやりましたですね。さて、今週の諸先生方からご挨拶の一言です。金山ラドン先生。はい、ね、マジックワールドのコンサートも峠を越えましたしね。本当ですね、はい、やっぱりここの初日、フェスの初日ってのは緊張感ありましたね。いや、今日はね、上がりましたよ。金山さん、本当一番上がってましたね。そうよ、増えましたね。僕も上がってましたよ。山下先生も上がってました。上がりません。いやー、さすがですね、どっしりと落ち着いた方でございます。今週のお題は制服の2回目、それでは読んでまいりましょう。金山ラドン先生。はい、足利市のですね、川田義さん。はい、63歳の方ですね。おー、すごい。制服の駆け込み寺や婦人会
制服の駆け込み寺や婦人会、そんなところへ駆け込んじゃいけませんよ。いけねえ。まあ婦人会だっていろいろありますから。はい、まあ、別に怪しいものばかりじゃありませんから。そうですね、はい、そういうふうに解釈します。山下安安先生。はい、匿名希望さん。はい、参ります。歌です。制服の彼の背中に飛びついて、カラーで切った唇いたし。うわー、痛そう。痛そうですね。痛そうですよ。ざっくりとね。うわー、山下先生好みのお蔵いくでございます。歌でございました。動画機内重春、千葉市竹石と思い出す下宿、あ、これ歌です、はい、思い出す下宿生活ズボラなり、パジャマの上に爪襟着。そういう経験あります、僕も。うん、慌ててね、もう寝ぼけててね、ふと学校で気がついたらね、パジャマを着てたってのありますね。はい、うんうん、ありますね。金山先生どうですか。はい、岐阜県の伊藤幸子さん。はい、これは句ですね。はい、制服と制服と秘密預かるコインロッカー。ああ、ね、コインロッカーの中にいくつのドラマが隠されてるんでしょうね。私はあのコインロッカーを見るたびに何か切ない思いになります、はいはい、自分がコインロッカーをしょっちゅう利用してた頃のことをふと思い出しましたですね、はいはい。市川市の鈴木敦子さん、校長です。歌です。あ、ごめんなさい、山下先生飛ばしちゃったね。待ちます。今もなお嫁ぎし娘の制服に虫干しの旅風通す母という歌なんですかね。今もなお嫁ぎし娘の制服に虫干しの旅風通す母。山下先生お待たせいたしました。はい、茨城県の細井由紀子さん。いらっしゃい。句、はい、です。はい、爪襟が貸し衣装に見えるとっつぁん顔。俺高校時代の山下知ってるけど、そうだったね。金山ラドン先生行きましょう。はい、東久留米市の田原和人さん。いらっしゃい。これはなんて歌っていうかなんかね。はい、スケバンの長いスカート、バス降りる時に踏んづけ、顔面パンチ。それ何なんですか。歌というとこ、ただこれ羅列しただけじゃないですか、それ。本当にしょうがねえな。ね、山下先生どうぞ。文京区のペンネーム高橋うらんさん。いらっしゃい。歌です。はい、孫の服夜中に借りて着るおばば、前髪垂らしてじじと親しむ。親しむって親しむってのが、そう、親しむがいいね。じじと親しむってのがいいね。これは素敵な、久しぶりに何かハッとする言葉遣いでございますね。そうそうそう、親しむ。こういうことは皆さんお感じになるのかなと思いながら読みましょう。大田区の青木千恵さん。竹直し、ふと手を止めて思い出す幼き頃の息子の仕草。わかる気がいたしますですね。竹直し、ふと手を止めて思い出す幼き頃の息子の仕草。さあ、それでは決めのやつをいきましょう。はい、京成市の、はい、長野里美代さん。いらっしゃい。シャツの背に下着うっすら夏授業。ああ、わかりますね。いいですね。いいですね。うん、山下安安先生どうぞ。はい、兵庫県の片山正明さん。いらっしゃい。歌です。工事中、工事中、立つガードマン見ただけで逃げ出す彼は何か危ない。来てますね。確かに、確かに危ない。確かに、だったら確かに危ない。だけど、あの人間と不思議なもんだね。何にも悪いことしてないと思ってても、ふとおまわりさんと鉢合わせするとギクッとするね。何なんだろう、あれはね。風祭陽子さん。制服を心に着込むな若者よ、制服を心に着込むな若者よ。まあ、自分たちの個性を作ろうとしてみんな頑張ってますけどね、その個性の作り方が確実的になってきてるというね、気がかえって没個性を感じる最近の若者ファッションに、あるいは心の中までそうなんだったらどうしようと思うこと時々、ある気がしますけどね。では今週の入選者を選ばれたの1曲です。今週のリクエストプレゼント当選者は中野区のペンネーム坂東つまようじさん。文化放送特製のステーショナリーカーをプレゼントします。小沢なつきちゃんの卒業、小沢なつきちゃんの卒業を聞いていただいている間に今週の各賞の入選者が決まりました。金山ラドン賞。はい、愛媛県のペンネーム笑福亭冷ややっこさん。歌です。はい、もう一度、もう一度セーラー服を着たいから
夜の仕事に私は入院。おい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 、それ明るすぎる。それはまあいいか、うん、山下安安賞。はい、安安賞は文京区の高橋うらんさん。孫の服夜中に借りて着るおばば、前髪垂らしてじじと親しむ。この文章で暗すぎるそれは、はい。私佐田川万象は雫石岩手県の方、浅野千恵子さんに差し上げます。私は小学校の教師をしています。今の学校が先生になって初めて赴任した学校です。今の6年生とは直接の担任ではないんですが、一緒に修学旅行に行ったりして、友達みたいに過ごしてきました。時々自分の職業とか年齢を忘れてしまうくらいです。みんな可愛い弟妹です。卒業式の仰げば尊しのピアノ伴奏、泣かずに弾けるか心配しています。みんな元気で頑張ってほしいのです、という添え書きがしてありました。歌です。巣立つ日に爪襟かたき6年生の坊主頭の背が高く見える。巣立つ日に爪襟かたき6年生の坊主頭の背が高く見える、この方に佐田川万象を差し上げます。以上、各賞入選者にはこれを着ると関西では花園、関東では秩父宮へ行きたくなる、さらに湘南の海岸を竜ライタと一緒に走りたくなるというフリーフライト特製トライ T シャツをプレゼントいたします。来週からお題が変わります。窓というお題で頂戴しましょう。窓というお題です。俳句か和歌を作って、トライはトライでもラグビーとは違うけれど思わずトライしたくなるという T シャツ、トライをもらおう。以上、深夜の共演、おしまいおしまい。ヤクルトの気になる野菜。チャレンジ2万キロ、ご存知ですか？全国6つの JR 旅客会社線を全部乗り潰そうというキャンペーン、チャレンジ2万キロ。ロマンと出会いを求めてチャレンジ2万キロに旅立ってみませんか？現在会員は5万3000名。詳しくはキオスクで2万キロ踏破パスポートをお求めください。400円で発売中。11時台最後はちょっといいハガキ、これはね、春はあけぼのから来たハガキなんですが、ここで読みます。今年も同じでした。バイト先の塾の生徒の顔です。去年も今年も中3受け持ったんですけど、変わるんですね、入試が終わった途端。バリバリの進学塾じゃなくて、まあどっちかというとあまり出来の良くない子供たちの多いとこでございまして、和気あいあいといつも授業してて、本当にこいつら受験生だろうかと思うくらいだったんです。なのにそれでも入試が終わった、ただそれだけで、まだ合否の分かる前なのに、一様に顔つきが明るくなるんです。一番元気で手を焼いたやつでもやっぱり相当プレッシャーがかかってたらしく、今まで見たことのない本物の笑顔で笑ってるんです。何かほっとすると同時に、それほどの重圧に耐えていたのかと思うと、やっぱりなんかちょっと狂ってますね、よくわかんないけど、なんてこう書いてありますね。まあ、まさに春はあけぼのが悩んでる通りだと思うのね。受験っていうのはそう、とっても大切なことだし、今は誰もが避けて通れないハードルみたいになっちゃってますね。障害物競争をみんながやってるわけね。長距離をやるやつが少なくなってきて、みんなハードル、今ハードルが流行ってんのねって、そういう感覚で見るしかね、切なくてね、見てらんない感じがするのね。どうなんだろう。確かに受験をやってる当事者にしてみれば、すごく緊張感もあるし、プレッシャーもあることだし、僕、勉強することが悪いことだと言ってるんじゃないんです。ただ、果たしてね、学ぶっていう、ガリ勉をする時期僕あっていいと思うの。なぜそう思うかと、僕はガリ勉しなかったんです。一回もしたことないんです。試験があるからって試験勉強したことないんです。全部一夜漬けで行って、大学受験も受験勉強を僕はせずにやったんですね。で、結局、それで後でふっと振り返るとね、なんと身になった勉強の少なかったことか、後で焦るのよ。でね、ああ、あの時やっときゃよかったなって絶対思うのね。で、身になる勉強っていうのが果たしてみんなが今受けようとしている
受験にきっちり生かされてるのかどうなのかっていうことが俺一番心配でね、共通一次とかそれから都立高校のね、入学試験問題なんていうのを僕読むわけよね、新聞広げて各紙に載ってるでしょ、あれこう読んでるとね、なんかいわゆる古いなのよね、古いなんか一つの企画を作ってそこから古い落とすための試験という感じがするね。まあ入りたい人がいてみんなが入りたいっていうところに入れていくととんでもないことになっちゃうから、一部の人を振るい落とさざるを得ないからこういうシステムになっていくんだろうし、で引っ掛けの問題っていうのが意外に多いのにね、ちょっとがっかりしたね。あ、これだったらこう書いちゃってもおかしくないなと思うことがよく読むと引っ掛けになってるっていうのは、果たしてこれはフェアな入試なんだろうか。僕はそれ考えると入試っていうもの、例えば制度をコロ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 変えればいいってもんじゃないと思うのね。もっともっとそうだ、本当にあそこに行けたら素敵だなと思うようなそんな、学校にしてもらうこと、そしてその入試を通過することによって本当に何か将来振り返って、あの時に勉強しててよかったなと思えるような入試にしてくれないかなとつくづく思うんですよね。だけどまあみんな元気で頑張ろうよ。もう今とりあえずあるハードルを避けて通るっていうわけにいかないんだから、避けて通るわけにいかなきゃ堂々と自信を持って高く飛んでみたらいい、いいんじゃないの、こけたってね。まあちょっとぐらい遠回りになったって驚くことありませんよ。千葉県館山市の吉田さんとお読みしていいのかな、北さんとお読みするのかな、めぐみさんのリクエストでお届けしましょう。サウンドミュージックの中から自信を持って、2月27日もあとわずかになってしまいましたですね、先ほどの春明けぼのにはですね、文化放送のピースバー を生徒が何人いるんだか分かんないんですけどね、こっちも在庫がね、まあそんなにたくさんはないんですよ。ですからあるだけ送りましょう。まあ、どうやそこらはもちろんありますから、20個ぐらいはあるんじゃないか、探せば、と思いますんで、これをピースバーの方を春の明け物に送っときます。それで足りなかったらかわいそうだな、足りなかったら何個足りないかってそっとあのハガキに書いてきて、もし手に負えない数だったらそのハガキは見なかったことにする。いろいろ大変なんだこっちだって、さあもう本当に27日もあとわずかですけれどもね、妙な実験多いですね。この間の絹田南中学ですか、 あそこの9数字の9っていうのね、まあ笑って決してまあ人縛ったりなんかしてますからね、笑って過ごせるっていうふうに言い切ってはこれは間違いになるけども、まあ9だけだったらね、なんだ変なパフォーマンスだなで済むけれども、後からいたずらをかけてきた、これドイツの人々かどうか分かりませんけどね、例えばそのアイドルをなんかやっつけるとかですね、そういうのはもうやめなさいよ、もうそういうのね、もしそうだとしてもさ、もうバカバカしい、そういうことをしちゃいけませんよ、たとえね、まあ、悔しいとかさ、なんか妬ましいとか思ってもね、そういうことはしちゃいけません。アイドルをやっつけちゃうと僕困っちゃうね、なんで笑いが来るとこにすごく自分で焦りを感じる。セイヤングこの後はアネックスタイムですよ。僕たちは一足お先にセイヤングアネックスでお待ちしてます。2月28日午前0時です。こんばんは、佐野正史でございます。今週は大阪 OBC ラジオ大阪の第一スタジオからお送りするセイヤングアネックスでございます。東京の方はなんか午前中雪が降ってた、なんか大雪警報まで出たそうですけど、注意報か、注意報まで出たそうですけど、午後には上がったそうです。大阪の方もなんか雨模様だったんですけどね、大阪でもどちらの方ですか、富田林の方では雪も積もったという日だったんですけどね、午後っていうかもう夜には上がったようです。岩手、大阪、名古屋でお聞きの皆さんいらっしゃい。今週もアネックスで30分間一緒に過ごして、いただこうと思います。さだまさしのセイヤングアネックス、この番組はリクルートがお送りします。高田文雄、昼掃除、柳ジョージ、電気工事、鶴太郎、弁当屋、ピーコ、キャディ、村松智美、布団屋、古舘一郎、お歳暮配達、北方健三、清掃車、サンプラザ中野、交通料所、所ジョージ。みんな昔は A だった。フロム A で好評連載中、有名人100人の無名時代のアルバイトの話が本になった、その名もフリーター、880円で絶賛発売中。とかくこの世は From A。 有名になった時に備えて私も無名時代のバイト体験記書き始めました。
ルの小村智明の吉田テルミの玉渡しのせいやいろんなものが出てきましたけどもね、セイヤングアネックスのアタックをカセットテープで作ってください。見事採用された作品にはテレフォンカード、セイヤングアネックスカードをプレゼントいたしております。では今週最初のハガキというのをお送りしてみたいと思います。いろんな人たちがいるなとつくづくこういう番組をやってると思うわけでございますがね、千葉県佐倉市の大竹、律子いらっしゃい。実はなんですよ、思わず笑っちゃうことがあったんで聞いてください。私の家の近所で時々オートバイを夜中にブンブン走らせてる人がいるんです。でもう慣れてるからこの頃全然気にしてなかったんだけど、この前夜中にさもう寝るかなんて言ってたら例によってブンブンやり始めたんです。でそのブンブンがチューリップに聞こえるんです。と思って聞き直したらブン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 というところを何回も練習したんです。あ、真夜中にあれって案外響き当たるでしょ。それで誰も聞いていないと思ったんかしら、あるいは受けを狙ってんでしょうか。なんか打ち上げ花火みたいな頭したお兄さん打ち上げ花火みたいな頭したお兄さんが一生懸命チューリップの歌を練習してる姿を想像すると笑ってきませんかっていう、わかる感じはするね、実にわかる感じがいたしますね。それからね、絶対匿名希望、この間職員室での会話なんですけど、花屋さんの持ってきたお花の中にポピーが入ってた。ポピーね。でちょうど隣に座っているケイちゃん、これ先生ですよ、先生のケイちゃんでね、ポピーって日本語で言うとなんだっけって聞かれたんで、なんだっけ、なんとか消しって言うんだよね。でお花に明るい T 先生に、ポピーって日本語でなんて言うんですかってケイちゃんが聞いたら、その先生が突然振り返って副写機と返事が返ってあの本当の名前はひなげしなんですけどT 先生はコピーと聞き間違えたって、職員室中が爆笑しちゃったと、その話あんまりよく聞いてないとうっかり間違えることありますわね。はい、それからもう一ついこうかな。埼玉県川越市のですね、山田博明、これは中華民国の台北市からハガキが来ております。いらっしゃい。いつも放送ありがとうございます。さて先日は私のハガキに目を通していただき、ギターフグ創作支局長、なる役職をお与えくださり光栄に存じます。もっと早くお礼状をお送りするべきでございましたが、2月の初めよりたびたびのタイの友人に電話をし、彼女のところにかけた電話の通算時間250分余り、料金が日元で約10万円という恐ろしい状況に襲われ、2週間ほど立ち直ることができませんでした。でこんなに遅れてしまいました。ですが使命感でいっぱいの私は早速近所の土産屋タクシーのうんちゃん、挙句の果てはおまわりさんにまでギターを持ったフグを見たことありますかと聞きました。で放送局では笑われ、一般の人にはお前フグがギターを持つかアホと言われている次第です。そこでできれば人相書きもしくは手配写真をいただけませんでしょうか。3月に一時帰国いたしますんで、自宅の方でも結構ですから送ってくださいませんか。こういうね、手配写真が欲しいと亀を、はい、彼のところに送ってやるように。果たして本当にあのギターフグは台湾からやってくるのか、はたまたフィリピンからやってくるのか、謎がなお謎呼ぶギターフグ、今日はこの後にアホークションが控えているので、あまりたくさんのハガキが読めないのが誠に残念。続いてはスペシャル企画さあお立ち会い、お立ち会い、そこを歩いてるお兄さん、隣のラジオを聞いてちゃ損だぜ。お姉さん、ずらりと並んだこの品物の数々、そんじょそこらじゃ売っちゃいない、そんじょそこらじゃ買ってくれると、買ってあげないという、今日はまとめて面倒を見ちゃうセイヤングアホーオークション。まあちょっと切ない音だけど、はがきで寄せられた能書き付き品物の数々、すでに2万円3万円5万円10万円確保すでに何通ずつ来たのかな、これ。何通ぐらい来た、全部で。こんなに来たって、お前見えはずないあのね、うちのリスナーっていうのはね、なんか物をあげるとかね、それからね、お金をあげるとかっていうね、ことに対しては意外に冷淡だよ。冷淡、うん、もうほんと冷淡ね。そんなにお金持ちがいるわけじゃないんだろうけど、別に金欲しいっていうことはみんな欲しいんだろうけど、なんかこういうものにヒヒヒってこう尻尾振るとプライドが許せないっていう、プライドの高いリスナーが多いんだな。だからといって送ってきた人はプライドがないわけじゃないよ。全部でこんだけだって全部でこんだけですよ。
多すぎると思ってみんな出さなかったというのが正直なところじゃないかと思う。とにかくここでこんだけです。わかりますか、こんだけ。ということはね、これね、100いかないな、これ100いかない中から2万円、3万円、5万円、10万円の当選者が4人出るんだよ、これから。はい、オークション始めますよ。もうこちらでですね、ノミネートしております。2万円コースからいこう。はい、みんな、これは番組で買うんだからね、はい、みんなで相談して決めるよ、はい。アンアン先生、ラドン先生、それから広田勝先生も加わっていただきましてね、お送りしましょう。はい、いきますよ。これは、これ3万円コースだ、これ3万円コース、これ3万円コースが混じっていたぞ。2万円コース、あれ2万円コースが足りないな、1枚。松本が間違えたな。はい、宝物を売りますというのは、これは匿名希望さん、栃木県足利市の方、主人の秋彦さん、綺麗好きで家の中はクリーナー片手で掃除しまくってます。天井裏から床下までで帳簿つけるのも大好きで、ガス代、電気代、水道代、その他いろいろ1円の車な計算するんです。次は勉強です。家では中1の娘と中2の長男の勉強全部主人が見てます。少々疲れ気味、あった、要するに、張り切りすぎる主人を売りたい。おいおいおい、2万円で売りたい。主人、これはね、2万円ですよ。しょうがないじゃないですか。これはそんなもんですよ、亭主の値段なんていうのは。奥さん、そりゃそうですよ。1万にしない。値切るな、値切る。オークションって値を釣り上げて、次の作品が、内容が内容だけに、今回だけは匿名希望でお願いします。スケベ本18冊セット。おおおおお。そして最後は、これだ、木戸悦子は大阪市鶴見区はね、セーラー服。中学生活4年間愛用していた某中学のセーラー服。さあ、どれか。高校だったな。決まった。そうだな。さあ、どれがいいの。スケベ本にするか、セーラー服にするか、亭主にするか。これしかないだろう。こうつけがたいとか。つけがたいな。つけがたい。これはだけど、これ333回の松戸の時に展示するからね。そうそうそう、買ったやつは全部。どれがいいんだ。スケベ本セットか。スケベ本セットか。セーラー服か、主人か。どうする主人っていうのも、じゃあ、主人って。ちょっとな。山下さん、旦那を展示しましょう。旦那を展示するの。っていうか、食費もかかりますよ、やっぱり。買うとね。旦那、その仕事はどうするんだよ。そうだよな。いや、その後、買ったまんまだもんだって、これ。そうそうそう。で、これ、買ったものは、後に僕はリスナーにプレゼントしようと思ってるんですよ。こんなこと言う。だから、やっぱこれ、セーラー服かスケベもどっちだ。よし、じゃあ広田、お前責任持ってセーラー服2万円で買え。はい、わかりました。よし、続いて3万円コース。3万円コース。パター、ゴルフクラブ。パター、パターどうだってのT1 箱つけて3万円だ。ゴルファーの人に誰でもおすすめだ。これプロゴルファー聖子に変身できるぞ。怖いものはないぞ。ね、それから3万円コース、黒のハンドバッグ。このハンドバッグの中に願いを込めて大切なものを入れると必ずいいことがある。お、いろんなものが当たったと、うん、気まぐれ容疑者で LP プレゼントがあった時も当たった、うん、検定の時も受験票を入れていったら検定は必ず合格した。お、幸運のバッグ。それからね、さだまさし松山千春谷村新司の頭髪3点セット。これに決定。待った。これは実際、本物らしい、これ読んでみるとね、神戸からね、直送されてきた。これは自分でむしったとかいろんなのがある。これほんと、これ頭髪セット3点。これ今貴重です、今貴重です。これはもう、これしかない。もうこれしかありません。早く返してくれ。はい。はい。うん。5万円コース。なんだこれ、ヤマハエレクトーン D3 の R。13年前に購入。当時65万。現在故障中。故障すんなよ。しょうがねえな。田崎治、あ、これ誰だっけ、出したのはペンネーム鈴木静子。それからね、栃木県の田崎治はね、麺粉。麺粉はどうだってね。うん。麺粉というのは、麺粉、ビー玉、ベーゴマ、いずれも数多く持つことが誇りだったあの頃、目を閉じれば思い出す強敵とその苦しかった戦いの数々。うん、それはライバルを蹴散らして集めた多くの麺粉たち、一時は1000枚にならんとした時期もあったが、今残っている318枚。ゴレンジャーサーキットの狼、マジンガー Z、ゲッターロボ、ガッチャマン、天才バカボン、頑張れロボコン。何や、当時は夢の車だったスーパーカーの面々、直径3センチから30センチまでの豊富な品揃え。
品揃え、品揃え。大人の方にはノスタルジーを、少年にはそのまま使っていただけて、今流行のレトロに乗ってバッジにしても OK。 まさに価値あるコレクション。今なら角型メンコ1枚がついて、はい、このお値段5万円。工場がいいね、それ。これ決まりだね、これ。はい、決まり。この、メンコを買う。318枚。どうすんだ、誰が持って帰るんだ。さあ、いよいよ10万円コース。ダン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 。荒川区の関口浩一、アオークション申し込み。さだまさしさん所有のマーチン D35 を10万円で買わせてください。そうじゃない。違う。そうじゃない。俺が買うんだ。いや、説明したんだけど聞いてないんだよ。だってこんだけしか応募がないんだなって。これで10万円だったね。ちょっと俺手触れてきたよ、これ。ペンネーム、しらすの開き。あるか、そんなものが。お恥ずかしいんですが、5年前買ったパソコン。はい。自分のお金で、私ある事情で自分のお金で大学へ行かなくてはいけない。奨学金だと思って私のパソコン買ってやってください。2年のうちに合格できなかった時はこの10万円返す。でも、もっと性能のいいパソコンが出回っている今ではね、これは、この形はもう引き取ってくれる人もないと思われて、他に頼れるところもない。どうか買ってくれ。これ、切実だ、結構な。次の作品はね、これは金山さんが飛びつくんじゃないかな。ペンネーム、代々木太郎はね。押しとった。まだ。売ったじゃない、買ったですよ。プロ野球カード出品。西鉄ライオンズ入団当時を含め、クラウンライターライオンズ、太平洋クラブライオンズ時代の東尾をはじめ、青ヘルの広島、緑色の丸派。もう二度と見れないかもしれない南海優勝の瞬間。エラーで、なんでもう二度と見れないかもしれないんだ。南海優勝するぞ、南海は。南海の優勝をみんなで応援しよう。エラーでがっくりの末継ぐ。頭にデッドボールを受け倒れている田淵。それにサイン入りマスコットバットかカードアルバムか野球ファンブック2枚集めればサインボールがもらえるというホームランカードを加え、王選手756号記念カードアルバムに入れて出品します。このプロ野球カードを見たさん、心も体も10年前に早変わり、髪の毛も2倍、3倍に間違いない。これだ。プロ野球カード。欲しい？金子さん。おいな。欲しいな。もっとすごいのがある。青木千恵さん、大田区島丸子。我が家の家宝です。セイヤング第1回目からのカセットテープ200本。これすごい。これは大変な努力でした。私の留守中は夫に協力してもらい、始まった時は小学生だった息子がすでに一緒に耳を傾けるまでになりました。読まれたテープには印をつけて、まだ約束が守られていない第1回電話でドンの証拠のテープは特にきちんと保管されています。家族で旅行した 2,3 回抜けているが、ほぼ全部も揃っているよ。こんなに貴重なものがたったの10万円は喉から手を出さない。さあ買った。どれにする？サードなカセットテープか、セイヤングの第1回目からのカセットテープか、パソコンか、プロ野球カードか、これは悩む。みんな悩んでる。どれにする？どれにする？これやっぱりね、でもね、我々の手元にも残ってないよ、この第1回目からのカセットテープっていうの。それ大事だ。資料としては貴重だな、この番組としてはな。10万じゃ買えないですよ。買えないな。確かに買えない。そうなの。でもこのアプロね、あのパソコンのやつもかわいそうだけどね。そうだけどね。仕方がない。パソコンのやつには、また何かの折に、まあ何かの折だな、これやっぱり番組としてしょうがないな。ね、うん、よし、これ、勝った。10万円は青吉へ、大田区島丸子。我が家の家宝、セイヤング第1回目からのカセットテープ。全200本くらい。くらいってなってない。今日は331回なんですけど。1本にね。1本に2本分入ってるとか、そういうことなんですね。うん、ああ、なるほどな。よし、これを買った。買いましょう。10万円。10万円。ね。買えた。よーお。おっ。もう一度。はい、どうもありがとうございました。以上、各コース、私どもが買いました商品は333回記念の松戸からの放送の時、コンサート会場で展示会を行います。展示会を行います。売り主の皆さんは月曜日以後に連絡をいたします。どうぞなくさないように大切に保管してください。品物と引き換えに私どもの買ったこの現金を お送りすると、こういうことになっております。はい。セイヤングアホークションでございました。リクルートさんから40秒のコマーシャル。フロム映画
もはや生活必需品になってしまい、ある時はメモ用紙に、ある時はランチョンマット代わりにしているフリーター岩本桃子さん19歳は、コンサートが始まるとヤオラハイヒールに履き替え、半年分のフロムエアを積み上げてその上に立ち上がった。音楽新伝地フロムエアライブアライブ88第1弾デビッド・シルビアン。彼女の話では確かにデビッド・シルビアンと目が合ったという。4月11日会員保険ホール1213中野サンプラザ。とかくこの世は From A 追加公演決定。4月16日新宿厚生年金、17日中野サンプラザ。お問い合わせは有働音楽事務所、東京03-402-7281。最後のコーナーはですね、ちょいと一服でございますね。しかし2万円、3万円、5万円、10万円、この短い時間で決めるってのは焦るね、やっぱりね。あー、しかしすごかったね、やっぱ10万円になるとね、驚いちゃうね。これ10万円でしょ、だけど今頃ね、青木千恵さんね、何に使おうか考えてんじゃないですかね。それと同時にやっぱりあれだけ大切なものを手放すということについて悩んでて、慌ててテープ代だけでも、そう、テープ代だけでも大変なもんだもんね。幾分の回収にはなりましたでしょうかね。じゃあお茶を飲みながらね、こんな話をします。お杉さんからね、連絡がありましてね。あ、玄米茶だ、牛、うん、ひろたが入れてくれた小林幸子っていうサインが入ってお茶碗のね、はい、ま、松本のは島倉千代子だ。お杉さんからね、試写会のプレゼントのお知らせです。まず4月の7日木曜日6時30分開演です。会場は読売ホールです。読売ホール、ウォール街、こちら50名の方、ご招待します。それからもう一本あります。今のは4月7日のウォール街、もう一本は4月18日の月曜日6時30分開演です。会場は同じ読売ホールです。ブロードキャストニュース、こちらも50名の方、ご希望の方はおはがきで、セイヤング4月7日分ウォール街、または、4月18日分ブロードキャストニュース、この係のに当てて別々に応募してください。一遍にはダメです。抽選でご招待券をお送りさせていただきます。4月7日が読売ホールでウォール街、4月18日同じく読売ホールでブロードキャストニュース、どちらも6時30分開演です。50名ずつこの試写会にご招待いたします。宛先はですね、郵便番号 160-02 文化放送、さだまさしのセイヤング試写会の係ですね。はっきり日付と映画のタイトルをお書きください。じゃあぼちぼち曲、最後の曲の時間ですね。それではおかけしましょう。今週最後の曲はさだまさしまんまるリクエストは、ペンネーム9匹の子猫さんから。セイヤさて、今日のね、番組が終わってしまうんですがね、さっきちょうど僕ら大阪に行って本当に良かったなと思うのは、お杉さんの試写会のプレゼントなんですけどね、大阪にも読売ホールっていうのがありまして、大阪の方は当然大阪の読売ホールだとお思いになったかもしれませんが、実はこれは東京の読売ホールの話でございまして、大阪の方には大変ご迷惑をおかけいたし、はい、不平不満が今もうすでにここで響き渡っております。これはですね、私お杉さんと相談いたしまして、大阪で聞いてくださっている方にもですね、必ずや見返りを、試写会なり劇場招待なりということをですね、必ずいたしますんで、これは楽しみにお待ちくださって、結構でございます。これは東京の読売ホールでの試写会のご招待でございました。お詫びして、確認させていただきます。東京の読売ホールでの試写会の話でございました。どうもすいません、ごっちゃになるようなこと言っちゃってね、本当につい気がつかなかった。俺大阪にいなきゃそのまま番組終わってるかもわかんないですね。ほんとよかったよかった、ごめんねごめんねとかって言っちゃってますけど、ごめんですまないなんてね。さて、セイヤングはハガキコミュニケーション大賞です。気軽におハガキをいただきたいと思います。皆さんのおハガキでもってこの番組は成り立っております。宛先は郵便番号 160-02 文化放送さだまさしのセイヤング、それぞれの係宛てでございます。
まあ、いろいろな、おはがき、まあ、あの随分たくさんのおはがきが、ね、寄せられております。現在この30分後半30分は東京、大阪、名古屋、さらには岩手で聞いていただいてるんでね、そちらの方からもわんわんはがきが増えております。ですから読まれる率についてご心配の向きもあるかも分かりませんけど、こんなものは2万しか来なくても読まれない場合もありますからね。逆に言うとね、内容によるわけでございまして、何万通来ようとですね、その中みんなうちのスタッフを手分けいたしまして、これ一人で目通しますとね、なんかどっか体壊しますんで、手分けして、僕の信頼している仲間でもってね、一生懸命やっております。僕ももうかなりの枚数ね、毎週毎週読みますんでね、目がしばしばしてくるこの時間になりますとね、頑張ってやっていきますよ。次回の制約は名古屋の東海ラジオからお送りする予定なんですがね、今年はウルー年、2月29日をウルービーというんだそうです。あの1日ウルオーからだったら、国の方で2月29日はね、もう完全に休日に指定しちゃえばいいのにね、そんな風にふと思ったりなんかしますね。明けて28日はうちのおふくろの誕生日でございますね。大阪におります私はね、はい。今週も最後までのお付き合い本当にどうもありがとう。来週元気でまたお会いしましょう。お相手はさだまさしでした。さだまさしの西洋アネックス、この番組はリクルートがお送りしました。